横浜市にある青葉台郵便局の空き区画だった2階と3階部分に会員制のラウンジやシェアオフィスを通じて新しい発見と出会いの交流拠点を目指すスプラス青葉台が誕生しました。スプラス青葉台を通じて住むと働くが融合した新たなライフスタイルを提供していきたいと考えております。コミュニティラウンジは地域の方々の活動交流の拠点となる有料会員制ラウンジです。展示棚を設置しており、展示棚をきっかけとした利用者間のコミュニケーションを生み出す仕組みを導入しております。取材したこの日は開業イベントとして木材を使って表札を作る子ども向けのワークショップも開催されました。こちらはワークラウンジです。 Wi-Fi やコピー機のほか個別ブースが極各用意された個人向けのシェアオフィスになっていて、利用シーンに合わせたプランを選択できるようになっています。イベントスペースは各種セミナーなど時間予約制で利用可能です。この日は地元の大学などからさまざまなゲストを招き、トークイベントが開かれました。3階は小規模オフィスが10区画入る空間となっています。地域との交流や駅に近接するオフィスを希望する方にぜひ入居いただきたいと考えております。こちらの地域交流拠点を通して地域の方同士の新しいつながりや新しい自己発見、自己実現につなげていけるような施設にしたいと考えております。